リバプール所属ソボスライ遠藤にとんでもない賞賛。ブンデスリーガで遠藤と対戦した経験があるソボスライは、遠藤が対戦相手ではなくチームメートである喜びを口にした。遠藤がスツットガルトに在籍していた頃、彼と戦ったことがある。気がつけばピッチのどこにでもいるんだ。試合中に彼とピッチですれ違っても、振り向いたらもうそこにいるような感じなんだ。だからサポーターが思っていることは理解できる。僕がパスを出そうとするとき、どうしてちゃんとそこにいるんだと思うことがよくある。彼とチームメートになれてよかったよ。クロップはもちろんチームメイトの心もがっちりつかみましたね。ソボスライさんとマクアリスターさんがちゃんとボールを運んでくれるから、遠藤さんも助かってると思いますよ。リバプールの中盤は守備も攻撃も分厚い感じがします。リバプール雰囲気良いな。南野とは違い恐ろしいほど試合に使われてるから、ほんまに替えの効かない選手なんだろうな。中盤のメンバーに遠藤を入れている。当たり前のように入れている。リバプールだぞ。レギュラーで替えが効かないとか、遠藤すごすぎ。いや、本当にクロップラストシーズンなのがもったいない。このチーム多分来年の CL でもかなり良いところ行けるのでは。そっか、ライプチヒにいたの忘れてた。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。